セトナ、小惑星、セトナ、9377セドナは、将来的に、純惑星、冥王星型天体に分類される可能性がある、太陽系外縁天体の一つ。2003年11月14日に、カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン、ジェミニ天文台のチャドウィック・トルヒージョ、イエール大学のデイビッド・ラビノーウィッツによって、発見された。 セトナは単に軌道長半径が長いだけではなく、約76天文単位 AU という近日点の遠さから発見された当時太陽から最も遠い軌道を回っている天体として知られた。ただし2014年3月に近日点が 80AU の 2012VP が発見されたと発表があった。セトナは2003年11月14日に アロマー天文台のサミュエル・オースチン望遠鏡で最初に観測された。数日のうちにチリ、スペイン、アリゾナ、ハワイの望遠鏡でも観測がなされた。スピッツァー宇宙望遠鏡でも観測を行おうとしたが、検出することができなかった。セドナの名前は、北米極北地方に住む原住民族、特にカナダのイヌイットの海の女神セドナに由来している。 太陽からの光がほとんど届かず、表面温度は低く、摂氏240度以下と考えられることから、玄関の北極海の海底に住むという伝説を持つ、女神セドナの名前を当てられた。軌道確定前に名称が提案されたため、物議を、かもしたが2004年9月、小惑星番号9377番として登録された。なお、2004年3月16日に、 いくつかのマスコミが第10番目の惑星を発見と報道したが、当初より大きさや周囲の天体に対する影響力からセドナが惑星として分類される可能性は低いと見られていた。セドナの軌道は長大円形であり、近日点距離は 76au、遠日点距離は約 900au と推定されている。発見時には太陽から 90au の距離であった。 冥王星と太陽との距離の平均は 40au。セドナは1万千年以上の周期で太陽の周囲を回っている。近日点距離は2013年現在発見されている小惑星の中で一番遠く、次の 52au を引き離していた。軌道長半径がさらに長く、演説点がセドナより遠い軌道を公点し、直径が 100km を超える。 可能性がある天体としては、矢が見つかっている。また、2008年現在は、エリスの方が遠くに位置していた。それにもかかわらず、セドナが再演と言われた理由は、その近日点の遠さという得意な軌道にある。これは、エッジワース・カイパー・ベルト、30から 50AU の完全な外側を通っているため、三軟円盤天体とも言い難く、2012VP が発見されるまでは、 ほとんど唯一の例外的な遠い天体だったのでる。2016年に発表された論文でセドナや 2012VP を含む6つのカイパーベルト天体の得意な軌道が地球の約10倍の質量を持つ仮説上の惑星プラネット9の影響による可能性が浮上している。発見時は冥王星の3、4倍である直径1700。 キロメートルと推定されていた。これは1930年の冥王星発見以降に太陽系で見つかった天体の中では当時最大の約1250キロメートルと推定されたクワワーを超えており直径2400キロメートルと推定されるエリスが見つかるまでは最も大きかった。その後2012年の観測によりセドナの反射率が予想より高いことがわかり、 直径は995プラスマイナス80キロメートルと修正された。なお、クワワーも同様で890プラスマイナス70キロメートル程度と、一時はセドナよりも小さく修正されていたが、その後の報告ではセドナより大きく見積もられている。これらに限らず新規に発見されたばかりの太陽系、外縁天体はアルベド、白さを意味する。 反射の指標がはっきりしておらず、外縁天体としては、典型的な暗いアルベドを仮定して直径が推定出ている。そのためアルベドの推定が進むとともに想定される、直径も小さくなるケースが多く、当時までに発見されていた 1000km 級の外縁天体も、その後の研究で、のきなみセドナ以下の規模に収めむされている。結果的にセドナは 2007OR10。 直径約 1535km 程度や、クワワー直径約 1100km 前後と同様に、冥王星型天体4個に次ぐ規模の最大級の純惑星候補の部類になる。中でも、純惑星の判断材料となる絶対等級については、セトナが最も明るい値を示している。発見当初、自転周期は、 およそ40日と非常に長いと観測されたことから、セドナには衛星が存在し、その潮積力によって地点が減速されたのではないかと考えられた。しかし、ハッブル宇宙望遠鏡の観測では、衛星は見つからず、ある程度大きな衛星を持っている、可能性は極めて低いとされた。さらにその後の観測によって、実際のセドナの自転周期は、この種の天体としては、 典型的な10.3時間であり、当初の観測結果は誤りであることが判明した。これによって、セドナに巨大衛星の存在を仮定する理由はなくなった。ただし、超積力によって、時点を減速しない程度の低質量の衛星が存在する可能性を否定するものではない。セドナは太陽系では火星に次ぐ赤い色をした天体である。 太陽光よりも宇宙船の影響を受け続けた遠い小天体ではソリンのような有色物質が表面に堆積して赤みを帯びることが多いとされるがセドナにもそれが当てはまるのかは分かっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。